道内で唯一中に入って楽しむことができる当麻町にある当麻鍾乳洞。涼みに来る方が非常に多いので2周3周回られる方が非常に多くなってます。鍾乳洞の全長は135メートルで10分ほどで1周できます。この日外の気温は29度でしたが洞窟内は13度とひんやりとしていました。とっても涼しかった。涼しいですよ、冷たいぐらい。1億年以上の歴史が作った洞窟内には優しい涼しさが広がっています。真夏に響く寒さの悲鳴、年中冬を楽しめる上川町のアイスパビリオンです。館内は氷点下20度に保たれています。いや一瞬で凍りました。ほらカチカチ。あ、すごい。夏を忘れそうな寒さですが、さらなる極寒体験も。日本の最低記録温度マイナス41度がこちらの空間で体験できるということです。あー寒い、うわ寒い寒い、これ立ってられないです。もう口がもう動かなくなるぐらい寒いです。いやすごかったです。体験したことない寒さで、もう息凍るかと思って。凍っちゃうぐらい寒かった。日本の最低気温ですからね、一回は体験してみたいという、こうチャレンジ精神で皆さん挑戦してるような、はい、そんな風に受け止めております。立秋も過ぎ、暦の上では秋になったとはいえまだ続く暑さ、涼しさを求めて出かけてみてはいかがでしょうか。